どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。こちら竹本さんです。はい、竹本萌子です。よろしくお願いします。前回の動画はヤフーさんのオフィスにお邪魔して OG 訪問をさせていただいたんですけども、今回の動画はより就活に特化して、竹本さんの就活時代のお話とか、今の竹本さんのご活躍の秘密をにょ。すいません。でも向いてないかもしれない YouTuber。向いてないかもしれないな。ごめんなさい。もう一回いいですか。ちょっと申し訳ないです。可愛すぎました、ね、今の今の竹本さんのご活躍の勝因を、探っていただけたらなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スイングをもう一度見たいなっていうふうに思いましてもう一回だけ振っていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。いいですよ。ビュッてなりましたね。竹本さん今年の4月に入社されて5ヶ月ぐらい経ったと思うんですけどもなんか今、Yahoo でご活躍されてて、なんていうんですか、 Yahoo の魅力を発信するようなお仕事を今されているっていうことなんですけども、竹本さんが就活をしていく中で大切にしていたこととかやってよかったことについてお聞きしたいなっていうふうに思います。そうですね、結構おろそかにされがちかもしれないんですけど、はい、多分大学の間で皆さんに素敵な経験をたくさんされると思うんですよね。せっかくなんかその頑張ったことをこういうことをやりましたっていう風な伝え方をすると、うん、やっぱりうまく伝わらないことが多くて、はい、なんかどれだけその頑張ったことを数字として表せるかっていうところが結構私は意識していたことかもしれないですね。数字って言い換えると結構共通言語みたいなところがあって、うん、まあ、前提さえ伝わってればそれがどれだけすごいことなのかっていうのがきっとうまく伝わると思うので。そうですよね。じゃあ実際就活の時に言われてたことってどういったことなんですかね。例えば私が言ってたのはミスコンに実は出たんですよね、はい、大学の時に。絶対優勝するじゃないですかいやいやいや、うん、すごいね優勝したんですけどありがとうございます、はい、でもなんか今みたいに優勝しましたって言っても、はい、なんかおめでとうって感じじゃないですか、はい、じゃなくてなんか優勝したのはなんでかっていうところが結構就活で見られてるポイントだと思って、なんかミスコンに結構欠かせないのがツイッターだったんですけど、そのツイッターゼロのフォロワーからスタートして、3ヶ月で何人増えて、これだけ増えたのは自分がこういう工夫をしてきたからですっていうところまでしっかり伝えてあげると、なるほどねっていう風に、数字と具体的なアクションまで具体性を持ってアピールするっていうことが、まあ、確かに見落としがちですけど、うん、すごく大事ですよね。すごく大事だと思います。確かに竹本さんなりの就活生時代の就活の軸みたいな判断、企業を選ぶ軸みたいなのがあったら教えていただきたいなっていうふうに思います。はい、そうですね、軸は3つあって、はい、1個目は業界ですよね。広告か IT を見てたので、そのどっちかっていうのが1つと、はい、2つ目は副業ができるかどうか、副業可能会社とかで、あ、そういう調べ方で、はい、調べてヤフー検索して、はい、で20は多分出てこなかった気がするんですよね、私の時は。あ、じゃあもう結構20社の中から選んだみたいな感じなんですか。うん、っていうでも過言ではないかもしれないです。3つ目は、はい、これは結構なんか業務内容というかそっちに関わってくる話なんですけど、はい、広告が好きなのは好きだったんですけど、はい、広告によってどれぐらい、その広告がどれぐらい意味があったのかって、なんかいい広告であればあるほど気になるじゃないですか、はい、なんかすごい心は震えたけどどんだけ効果があったんだろうとかっていうのに興味があって、はい、いわゆるデジタル広告のような、数字で効果を得る広告の会社がいいなというのは。なるほど。なんかいわゆるテレビ CM とか、あと看板とか掲示板とかではなくて、うん、ネットの広告に興味があったっていう、 そうですね、でそれは数字で現れるっていうからっていう、うん、なんか就活生時代にやっていたことみたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。そうですね、結構皆さんされてるかもしれないんですけど、はい、その自分が行きたい会社がどんな人を求めてるかっていうのを、まあ、しっかりと把握するのはすごい大事だなと思いますよ。それが大事な理由としては、もちろん面接の時にどんな言い回しをしたら刺さるかっていうのを考えるヒントになるし、はい、もしその会社が求めてる人
物像と自分がなりたい人物像に差があったら、あ、なんかちょっとそれってどんだけ魅力的な会社でもちょっと違うんじゃないかって思ってね、はい、結局そこでまあ1週間に5日も過ごすわけなんで、そこにズレがあるかどうかで会社を決めるっていうのも結構、うん、確かに決めるポイントになるかもしれない。そうですね、なんか忘れがちですけど相手に寄せちゃうじゃないですか、うんうんうん、就活って。だけど自分の思考と合ってる企業をちゃんと探して受けるってことが大事ですよね。そうですね、私結構数社しか受けてないんですけど、はい、全部ほとんど同じことを言って。ああそうなんですね。してます。じゃあまあ落とされても結局入社したとしても合わないから別にいいかなっていうスタンス出てきますもんね、うんうん、自分の軸を持って就活をするっていうことが大事だと思います。ちなみに今後やってみたいことみたいなのはありますか？今後やってみたいこと、そうですね、なんかもともと文章を書くのが好きだったりするので、はい、なんかそういうライターみたいなお仕事もしてみたいですし、あとなんかツイッターのフォロワーさん結構野球好きな方がやっぱり多いんですけど、うん、ちょっとみんなで野球してみたいなっていうのをちょっと最近思い始めました。いいですね。いや僕三塁コーチャーでなんで参加させていただきたいです。出たらいい。いやいいですね、それはちょっともしやるってなったらじゃ あぜひお願いします。絶対行きます。ありがとうございます。ということで今日の動画終わりです。竹本さんの SNS のリンクは下の概要欄にあるのでよかったら、フォローお願いします。ということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。